アイロンで超簡単ランプシェードの手法を使って、とっても大きな窓に飾る飾りを作ってみました。ベースは大きな半紙です。お花紙をアジサイの形に切り、スティック糊で軽く留めていきます。葉っぱやカタツムリも同じようにして留めていきます。花紙の周りにアジサイやカタツムリを置いていき、その上から薄いアイロン接着芯をかぶせます。真ん中から外へ向かってアイロンをかけていくと、熱で接着芯と半紙がくっつきます。お花紙も一緒に固定されます。アイロン接着芯を上に乗せているので、出来上がりは白っぽい感じですが、室内の明かりを消すと、外から入ってきた明かりで模様が浮かび上がります。逆に夜室内の明かりをつけると、外から見たとき模様が浮かび上がります。アジサイだけでなく、いろいろなものに使える方法です。窓辺に大きな飾りが必要なときにはお使いください。